今日はね、これから、シャコタンにね、行ってこようと思います。ちょっとね、仕事で小樽の方に行くので、そのついでに、まあ、ついでというかね、結構遠いんですが、シャコタンに行って、まあ、カムイ岬でね、すごく綺麗な景色、僕の大好きな景色を見て、そしてその後、ウニ丼をね、食べてこようと思います。まあ、土日にね、シャコタンのウニ丼食べに行こうと思うと、すごく混むので、まあ、今日平日ですから、まあ、今日行ってこようかなと。思ってます。それではね、シャコタンに向けて出発です。皆さんこんにちは、コスケです。今回は先ほどお話ししたようにシャコタンに行って今が旬のねウニを食べてこようと思います。シャコタンのウニは6月から8月の間までしか取れないので、1年でその3ヶ月間しか楽しむことのできない貴重なね食べ物です。僕も毎年楽しみにしていて、今回はね6月の下旬に食べに行くことができました。シャコタンの場所ですが、このね出っ張ったあたりで新千歳空港からだとこんなルートを走ることになります。だいたいね150キロくらいで、下を走れば街中をねずっと通ることになりますから、まあ、札幌市内とかね小樽市内を通っていくことになるので、4時間くらいはね、距離は150キロですけど4時間くらいはかかってしまうと思います。高速に乗ればね、今は余市まで高速が続いていますから、かなり早く着くんじゃないですかね。まあ僕乗ったことないですけど、多分2時間半ぐらいあれば着くと思います。せっかくね、シャコタンまで行きますから、景色の綺麗なカムイ岬にも立ち寄って、シャコタンブルーと言われるね、綺麗な海を眺めて、そしてね、最高に美味しいウニ丼をいただいてきます。シャコタンにはね、シャコタン岬という岬もあるんですが、一番綺麗にね景色を見られるのは今から向かうカムイ岬で、観光客もねここが一番多いですね。シャコタンに向かうときは日本海沿いの道を走るわけですが、ここもね海がすごく綺麗で気持ちいいんですよね。ドライブには最適のルートだと思います。そんなね気持ちがいいルートを走ると、その先にはねカムイ岬があります。ここはねカムイ岬の駐車場なんですが、かなり広いんですよね。休日になるとね、もっと人が多くて、この駐車場かなり埋まるんですが、それでもね、これだけ広いので、まあ、全部がね、埋まって止める場所がないということはね、あんまりないですね。ここの他にバス専用の駐車場もあるので、まあ、駐車スペースは気にしなくていいと思います。カムイ岬にね、到着しました。風がすごい。いやー、あまりに風が強くてね、今6月のもう26とか後半なんですが、寒いですね。ちなみに僕長袖着てるんですけど寒い。このカムイ岬ね、ここから先は女人禁制の地と書いてある通り、昔はね女性は入れなかった場所です。もちろんね今は関係なく女性も入ることができます。風も強い中、ここから岬の先まで行こうと歩いていたんですが、なんとね、強風のため立ち入り禁止、通行止めとね、書いてありましたね。ここから先ね、見ての通り両側絶壁の細い道を歩いて岬の先まで行けるんですが、まあ、残念ながら今回は強風のためここで断念です。先の方までは行けないにしても、その手前にね、少し小高い丘みたいなところがあるので、そこからね、海を眺めてみたいと思います。ここからでもね、シャコタンの綺麗な海は眺めることができるんですよね。まあ見ての通り、これがね、シャコタンブルーと言われる真っ青な海ですね。まあ本当はね、先まで行ければこの半島の一番先っちょの白い建物のところまで歩いていけるんですが、まあ今回はね、ここから綺麗な海を見て終わりにしたいと思います。海がね、真っ青で、しかも透明度が高いので、そこが透けて見えるんですよね。北海道はね、岬はたくさんありますが、ここがね、僕は一番好きな岬かなというくらいね、ほんと気持ちいいところです。景色を楽しんだ後は、この日一番楽しみにしていたウニ丼をね、食べに行こうと思います。で、どこでウニ丼を食べるかなんですが、シャコタンにはね、ウニ丼を食べられるお店はいっぱいあるんですね。その中でもね、一番有名なお店は多分、岬というお店だと思います。すごいね、行列になる人気のお店で、僕も毎年岬で食べてるんですが、この日ね、水曜日ということもあって、なんとその毎年行っている岬が定休日なんですね。なので、そのすぐ近くにある、まあ多分2番目に有名かなと思われる中村屋というところでウニ丼を食べたいと思います。
ここね、朝9時開店で到着したのが9時、まあ、10分ちょい前ぐらいだったんですが、すでにね駐車場ほぼ満車ですね。僕の前を走っていた車もこのね中村屋のウニ丼が目当てという感じで、僕が来た時点でねこの前の車が止めて、僕が止めるとここはいっぱいになってしまうので、まあ、僕がね駐車場空いてるスペースラストという感じでしたね。平日のねほぼ朝一に近い時間帯なんですが、それでもねもう駐車場がいっぱいになるくらい人気のお店です。そんなわけでね、お食事処中村屋に到着しました。まあ、僕はねここ一回も来たことがなかったので、一回ね来てみたかったということもあってね、ちょうど良かったですね。でお店の中ではすでにね人が待っていました。ここはねこんな名前を書く場所があって、そこにね名前を書いて自分の順番が来たら呼ばれると、まあ、そういうねシステムでした。これはね中村屋だけではなくて、僕がいつも行く三崎も同じですね。特に土日になるとかなり混雑するので、こうやってね分かりやすいようになっているんだと思います。ちなみにこの中村屋から僕がいつも行っている、まあ、一番ね多分有名なお店の三崎というのはねすぐ近くなんですよね。あのこの正面に見えているお店が三崎です。ほんとね目と鼻の先にある、歩いて1分ぐらいのところにあるねお店が三崎なんですが、まあ僕はね毎年ここで食べてます。この日はね定休日なので誰もいませんが、これがね土日となるとね、まあ、9時半開店だったかななんですが、もう7時ぐらいにはねすごい行列になってますね。これね去年僕が行った時の写真なんですが、朝の7時半ぐらいかな、でもうこの状態です。もうずらっとこの右側にももっと人が待ってるような状態で、もうほんとすごいんですよ。こんな感じでねオープン前から記帳する紙が置いてありますから、ここに名前を書いて順番に呼ばれていくと、まあ、そういう感じなんですね。この三崎というお店はね僕はねもう15年以上前、20歳ぐらいの時から行ってるんですが、昔はねこんな混雑してない穴場的なお店だったんですね。でいつの間にかね人気になってこんな混雑するようになってしまって、まあ、なかなかね行くことができなくなってしまいましたね。まあ、昔はこのお店朝のね7時とか、まあ、すごい早い時間からやってたので、まあ、それでもね朝早くから行けばなんとか入れたんですけど、ここ数年で9時半ぐらい開店になってしまって、まあ、ますますね混むようになっちゃったので、もう三崎はねあんまり行けないかもしれませんね。最近はほんとね雑誌もそうなんですが、ネットのね影響が大きくて、食べログだとか、まあ、あとはね SNS ね、その影響が大きくて穴場的なお店はね全部ねどこも人がいっぱい来るようになってしまって、もう穴場じゃないようなね感じになっちゃってます。これはねしょうがないことですし、お店にとってはねいいことだと思いますが、混雑して行きにくくなるというのはちょっとだけ残念なところではありますよね。今回はね平日だったということもあって、僕より前には5組ぐらいね人がいたんですが、まあたった5組だったので10分か15分しないぐらいで呼ばれました。席についてメニューを確認してみると、定番の紫ウニの生ウニ丼、これがね3024円ですね。まあ、大体ねシャコタンでウニ丼食べるとこのぐらいの価格になります。そして赤ウニ丼、これはバフンウニですが価格が5940円、さすがに高いですよね。それ以外にもね海鮮丼なんかもあって、まあこれは大体3000円ぐらいの海鮮丼ですね。これ以外にもねいろいろメニューはあります。ホッケ定食みたいなのもありますが、価格もねそれなりにするんですよね。まあ1000円ではやっぱり収まらず、まあ、2000円近くねするものが多いので、やっぱりねシャコタンに来たらウニ丼を食べるのが一番いいかなと思います。僕も今回は悩むことなく生ウニ丼を一つ頼むことにします。紫ウニの方ですね。さすがにね6000円近く出してバフウニは食べられないかなと、まあ、ちょっとね値段も高いですからね。はい、失礼します。はい、お醤油なんですけれども、赤いキャップ、だし醤油や甘口、黒いのが普通になってます。わかりました。お願いします。はい、5分ぐらい待つとねウニ丼が来ました。いやー美味しそうですよね。ウニ丼はねもう見るだけでテンションが上がります。まあ、ちなみにね今日一人で来てるのは妻がねウニ丼苦手なんですね。なのでシャコタンに来るときは毎年ね一人か友達と来るか、まあ、どっちかが多いですね。じゃあね早速いただいてみたいと思います。まあ、最初にね醤油をつけずにそのまま食べるというのがねいいかなと。まあ、ウニの甘みを味わうためにもまずはねそのまま食べてみます。いやー甘いですね。
シャコタンのウニはね、本当に甘くて、そしてね、なんていうかね、コクがあるっていうんですかね、味に深みがあってすごく美味しいです。たまにね、安いウニだとある臭みみたいなのは一切ないですね。ほんと新鮮なウニなので甘くて美味しいです。でね、こっからは醤油をかけていただきます。このお店にはね、普通の醤油とだし醤油があるんですが、だし醤油はね、ちょっとめんつゆみたいな味がするので、まあ、僕はやっぱり普通の醤油がいいかなと思います。醤油をつけたね、ウニをご飯と一緒にいただくんですが、これがね、美味しい。もう最高に美味しいです。北海道ではね、いろんな地域でウニが取れますが、やっぱりね、シャコタンというのは北海道を代表するウニの産地です。さっきね、カムイ岬の映像を見てもらったら分かる通り、このシャコタン半島の周りというのはね、すごく透明度が高い海なんですね。さらにね、このシャコタン半島は山みたいなのが多いですから、雨が降るとたっぷりミネラルを含んだ雨水がね、海に流れ込んで、透明度が高いので太陽光も通りやすくてね、ウニの餌になる昆布だとか海藻が成長しやすいらしいんですよね。だからシャコタン半島のウニはうまいと言われてるらしいです。シャコタンのウニは6月の1日から8月まで取れるんですが、6月の前半だとかのあんまり早い時期に行ってもまだね、こうウニが食べ時じゃないですし、8月の後半だとかあんまりね、遅い時期に行っても、まあ、ウニはね、産卵すると味が落ちちゃいますから、ちょっとね、味が落ちてくる時期でもあるので、まあ、僕のおすすめとしては6月下旬から7月いっぱいぐらい、このぐらいの時期にね、食べるウニが一番美味しいかなと思います。もちろんね、一番混雑する時期でもあるので、まあ、平日の朝一で行くとかね、少し工夫していかないとなかなかね、食べられないかもしれません。すごくね、待つか下手するとウニが売り切れで食べられないということもありますから、シャコタンのウニを食べたいという場合はね、日程少し調整した方がいいかもしれませんね。ウニ丼を食べたら帰るだけなんですが、帰りにね、またもや定番のパスコロ、まあ、これジェラート屋さんなんですけど、ここに立ち寄りました。この日ね、天気も良くてすごくあったかかったんですよね。26度ぐらいあって、まあ、なのでね、外でアイスクリームいただくことにします。まあ、国道沿いにあるお店なので綺麗な景色なんかが見えるわけではありませんが、外で食べるアイスクリームというのはね、美味しいですよね。というわけで今回はシャコタンまで綺麗な景色を見て美味しいウニ丼を食べてきました。やっぱりね、この時期になったらシャコタンのウニ丼というのはね、一回は食べておきたいですよね。これからも北海道のことや車のこと、北海道の美味しい食べ物や綺麗な景色なんかを動画にしていきますので、楽しんでくれた方はチャンネル登録よろしくお願いします。